じそわか般若心経仏説また般若心経イエーイ。はい、皆様お待たせしました。なんと今回のうちのジョセフさんが描いてくださった絵、はい、これをねどういう風に携帯とかで見るだけではなくて、うん、実際展覧会もやりたいし、その時にどういう風にしたら一番綺麗に見ることができるのかをすごい僕もう、はい、もういろんな業者の方と議論して、はい、研究してとうとう、はい、まだサンプルですよ、はい、この後ジョセフさんが東京から帰ってきて見て OK 出たらですけど、とりあえずできたんですよ。めちゃめちゃかっこいい。ジョセフからじゃないやろな。やっぱ欲しい人とは売らない感じね。だけどもう いくらになっちゃうんだろうっていうぐらい、うん、もうまず僕は自分の理想の、はい、ジョセフが描いたお寺、はい、いかにして綺麗に見せるかに、うん、もう命かけてますから、はい、もう予算度外視で作ってるんで、まあとりあえずね、はい、今日できたんで、はい、あの僕のチャンネルで、はい、これまだね正式じゃないんですよ。でももうさっき見せちゃおうと思って。あ、本当ですか。はい、ちょっとぜひ見てください。はい、なんとこちら、はい、あのちょっともったいぶろうと思って。そう、その前にね、あのアイスベローズさんが、はい、あの国体に実は行ってまして、先週、はい、うん、残念ながらあの優勝できんかった。ただめちゃくちゃ健闘してですね、はい、はい、あの1回戦2回戦ともに勝って、まあ、優勝できなかったけども大健闘したということで、はい、まあこの裏に実は隠してます。はい、はい、言いますよ。じゃあお披露目お願いします。はーい、じゃーらーん。うん、男なら死ぬ時はたとえ泥の中でも前のめりに死ねえっていうことで、これは冗談ですよ。ごめんなさいね。はいはいはい、おお、ちょっと見えたけど、はい、ガイナーズ、我が球団ガイナーズ、はい、今年はね、あの本当松永 GM 監督、はい、お招きいてですね、あの日本一奪還を目指してますんで、また引き続き応援のほどよろしくお願いしますということで、はい、この下にあります、はい、いきますよ。はい、じゃーらーん。天通寺、どうでしょう、どうでしょうか、わかるかな、これの大きさわかるかな、伝わりますかね。来ますね、はい、これね、実はアクリルなんです。はい、はい、アクリル、全部アクリルに、色を裏から重ねで印刷していって、はい、最終的に白色印刷することによって浮き出るっていう手法、これねなかなかないんですよ。はい、うん、すごい。これが僕はね、あの絵ってなんかあるじゃん、普通に見てたら普通やのに額に入れたら閉まるみたいな、 うん、うちのジョセフの絵はそんなもんじゃないですよ、うん、額縁いらないんです、はい、もういかにそのまんまストレートに見せるかに僕はこだわって作ったい。もう一つすごいのがね、何がすごいか言おうか、ようやく、はい、重い。あのね、いやー、わかる、これ何番やろ、やる、頑張る、あ、聞きます、思った、ごめん、ま、20はないかな、10何キロ、これすごいよ、見て、はい、この厚み、すごいやろ、これね、僕の友人でありながら、この加工工場の工場長の橋本くんがね、はい、めちゃめちゃに綺麗に磨いてくれた。めちゃめちゃ透き通ってますもんね、すごいやろ。大きさ、伝わる？大丈夫です。やばいやろ、圧巻ですね、これね。これはぜひともね、あの病院とか、はい、その老人ホームとか、うん、そういうところの玄関にあったら俺ええと思うんやけどな。はい、どうです、はい、とりあえず、まあ、あの今回ね、善辻さんであの一緒にイベントやらせていただくんで、善辻さんのを一番最初にサンプル作らさせていただきました、うん、もうあの23カジそれぞれ全く絵のタッチも違うし、うん、色合いも違うから、はい、あの並べたらすごいと思う。これやばいやろ、これすごいよ。何の発表か分からんけど、はい、こういう風にできましたっていう自慢です。はいはい、はい、まあ、あの見たい人はまたコメントください、あの見せますんで、はいはい、また他にもいっぱい、もう全部やりますからね、はい、まあ、大体これ大きさってね、実はね国際的にね決められてるんですよ、海外歩いて。そうなんですね、うん、その比率もあってね、まあ一番美しく見える比率ということで、はい、はい、ぜひ、はい、プリグ、プリミ、プリミですあとここに謎の新しいキャラがいるんですよ、はい、まあそういうことで、はい、じゃあまた、はい、ありがとうございます、はい。